はい、ルームです。今回ね、UQ ポータブルの紹介やっていきたいと思います。こちらですね、こちら。これね、節約モードに常に設定してるんですけど、こちらですね。で、右側にすると高速モード、通常のモバイル通信、ギガを消費するんだけど、俺自分プラン S、3ギガ。なので、節約モードはね、ギガを消費しないで、SNS とかインターネット閲覧、YouTube とかいろいろ見れるんですよ。とってもいいですよね。ただね、300kbps の通信速度で、ちょっと遅いんだけど、でも、SNS の文字だけとかだったらサクサク動くんで、で、YouTube とかでも、360p、ちょっと画質、ちょっと、短い動画だったら、そんだけデータ量が、動画のデータが、小さいやつは 360p でもいけるんだけど、480p でもいけたんだけど、1分以内とか、1分弱。で、だいたい 240p だったらね、安定するんですよ。画質は荒くなるんだけど、これいいっすよね、とっても。で、これ更新するとね、今、撮ってる日時が3月13日12時48分ですね。2021年3月13日12時48分ですね。で、これ設定の方が、ちょっと設定ね、自分の MyUQ モバイル ID とパスワードが載るから、パスワードは見えないんだけど、MyUQ モバイル ID はね、文字、表示されるんで、ちょっと今、上に、下にちょっとスライドして、見えないように今したんですけどね。データ残量自動取得。で、お知らせ通知設定。残量お知らせ設定。お知らせ残量。これ、残量の設定も 500MB がデフォルトになってるみたいで。で、データチャージロック設定。オフ。お客様の利用。お客様情報の第三者提供ですね。このアプリについて利用規約とかいろいろ載ってますね。で、これ基本データ3ギガ。これ繰り越しできるからね。例えば1日から末まで30日とか31日。2月だったら2月28日までなんだけど。で、それまでに1ヶ月間、1ギガしか使わなくて2ギガ余った場合は翌月に繰り越せるんですよ。で、翌月また3ギガ、基本データの3ギガからスタートするから、で、先月の余った分、繰り越し分2ギガプラス3ギガで5ギガになるんですけどね。これ1ヶ月しか、翌月までしか繰り越せないんですよ。翌月とかできないんですよ。で、モバイル通信にした場合、データ消費する順番としては、繰り越し分から、さっき話した2ギガから、繰り越しの分からね、消費するんですよ。で、基本データ。ということで、で、追加データの、もし購入した場合は、追加データを最後に、3番目に消費するっていう、消費の順番になってるみたいですけどね。で、データ、こちらですね、3ギガ。で、追加データとかいろいろあるんです。赤いのが追加データ、購入したやつ。で、データチャージ、もし、ギガがなくなって必要な場合、例えば旅行先とかで、旅行行った時とかに使った場合、出張とかいろいろありますよね。で、これ UQ モバイルチャージカードっていうのは、これコンビニエンスストアにも置いてるんで、ぶら下がってるでしょ、いろいろ。Amazon ギフト券とか、LINE のやつとかいろいろありますよね。アップストアとかいろいろありますよね。あれと同じようにね、ぶら下がってるんですよ。で、コンビニエンスストアにね、コンビニあるんで。で、右はプラス 100MB、有効期間90日、220円。で、プラス 500MB。こちらも有効期間一緒で90日で550円。サポートとかいろいろ、サポートね。料金はご契約内容は MyUQ モバイルで確認。料金確認、通話料金確認。
契約確認オプション設定とかね、でサポートよくあるご質問お問い合わせ、お客様サポート、船員サポート、故障盗難紛失とかね、でこれがお得情報 auPay カードとかね、 UQ 電気、 au スマートパスプレミアム、 auPay マーケット、機種変更、 auWi-Fi アクセスとかね、いろいろあるんですけど、これいいっすよ本当に。これアップストアのからやったんですけどね、これ文字検索したらあれ、ちょっとあまり見せたくないやつが出るんで、あ、これだったらいいか、音がでかいね。しめじのいつものあのコンパニオンのレースペインコンパニオンのやつ、マイ UQ でやったら出てきますよ。Q は出れば UQ モバイルポータブルアプリってこちらですね、こちらです。繰り越しプラン ML のお客様向けに注釈を追加しました。こういった感じで、さっき見せたのと一緒なんだけどね、こうやってで、軽くちょっと何がいいかな、インターネットのちょっと見てみるか、 Google Chrome で。これね、川瀬里奈ってね、俺今日初めて知ったんだけど、あの宮迫のチャンネル登録してるんだけど、あの福島2003月11日で、あの東日本大震災から10年経ってるんだけど、福島県が一番被害多かったんですけどね。でその福島でのハンバーグとか、ハンバーグ使ってなんかハンバーグ料理作ろうということで、宮迫とこのあのハンバーグ師匠がいますよね、ハンバーグ師匠をゲストに招いて、でこの女性料理家なんですけど、この人がハンバーグ作って、とても美人な女なんで、独身みたいです。32歳って言ってたけどね、ハンバーグ師匠がなんかちょっとくどいってたんですけどね、32歳に見えないっすねとかなんか言ってたんだけど、かわいいっすよ、なかなか。結構でも UQ モバイル 4G 結構300キロだ、これ画像ぐらいだったら全然サクサク動くんですよ、こうやって。で更新一応やるんだけど、全く消費しないでしょ、これが一番の売りなんですよ。とってもいいっす、これこういう感じで今回やってみましたね。はい、以上にしたいと思います。今回ね、 UQ モバイルポータブルの紹介やっていきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。また次 SNS なんかちょっとやるんでね、 300kbps でこの接続モードを使って、はい、失礼します。動画サムネイルはこれでいく。